はい。ウーバーイーツです。はい。頼んでないですか。あ、そうですよね。はい。分かってます。え、どういうことですか。お昼ご飯食べました。いや、まだ食べてないですけど。そうですよね。はい。11時ですもんね。すいません、なんすか。ああ、僕あの隣の部屋に住んでる大水っていうんですけど、普段ウーバーイーツやってるんですよ。あのご飯運んでくるやつ。はい、買ってきましょうか。いいっすよ、なんすか買ってきましょうかって。あ、今どういうことですか。あの自分のお昼ご飯買いに行こうかなと思ったんで、ついでにお兄さんの分も買ってきてあげようかなと思って。いや、いらないですよ、なんか怖いですし。あ、大丈夫ですよ、僕運ぶの慣れてるんで全然こぼしたりとかしないですし。ああ、いや、そういう心配してないですけど。あ、でもお兄さんがすごい意地悪な人で、すごいこぼれやすいもん注文されたらこぼしちゃうな。あのチョコレートフォンデューのチョコがずっと流れてるタワーとか。頼まないですよそんなもん。あと、あの北海道とかにある最初からわざとこぼれさせてるイクラ丼とか。 ありますけどね。いや、そういうの頼まないですよ、ウーバーイーツで。いらないですよ本当に。あ、もし他にも人いるならその人の分も頼みますけど。あんま覗かないでください。本当にいらないんで。いや、でも家も分かってるんで、もう誰よりも早く運んできますけど、どうですか。いや、本当どうですかって言われても、本当頼みたかったら自分で頼みますし。でも普通は誰が運んでくるか分かんないから、指名とかできないからちょっと不安じゃないですか。でも僕だったら知ってる人だからめちゃくちゃ安心じゃないですか。怖いですよ。いや、むしろ全然知らない人の方がいいですよ。隣にこういう人住んでるなと思ったらめちゃめちゃ怖いですし。そうですよね。何買ってきます。なんで諦めないですか。本当帰ってください。あの、僕と同じのでよければ吉野家のコールスローを買ってきますけど。全然食べないじゃないですか。どうですか。いや、本当にいらないんで大丈夫です。だからこれ頼んだらお金取るんですよね。まあまあ、そうですね、一応はまあちょっとは欲しいですけど。あ、でも全然ウーバーイーツよりはちょっと高いぐらいです。高いんですか。じゃあウーバーイーツの方がいいじゃないですか。安いし全然知らない人来てくれるし。まあまあ、そうですよね。はい。いや、まあちょっとご飯買いくつでにどうかなと思ったんで。ああ、そうなんですか。まあ、すいません。はい、いや、本当やめてください、怖いんで。はい、はい、すいません。はい、はい、怖っ、なんだあいつは。なんでまだいるんですか。怖いですよ。やっぱ頼みます。いいです、本当にやめてください。